舗装された道路を進む大型トラック緊急の時に備えて運転席に人はいますがハンドルから手を離しています障害物も認識してピタリと停止しましたおほうつくの車里町で今月から始まった全国初の大型トラックを使った自動運転の実証実験自動運転のトラックが 国連の工場の敷地内や周辺の国道も走ります国道をトラックが走っています多少左右にぐらつきながら走っているように見えます運転手は手を挙げていますハンドルを握っていませんがトラックが左に曲がりましたこうした大型トラックを制御するために通常 GPS と高性能なセンサーなども使いますが 今回はミリ単位まで認識できる gps だけで操作を行いました。今回の実験には大きな期待が寄せられています。ドライバーさんの不足、人材を確保するっていうことが非常に難しくなってきているということであります。これは私たちにとっても非常に重要なことでありまして、やはりこういったことを繰り返しながらですね。あの実用化に向けて取り組んでいただきたいなということであります。はい。 運送業界で深刻化する人手不足29歳以下のドライバーが全体の10%を下回っていて将来的にはさらに深刻な状況が予想されていますトラックの荷台部分に書かれているレベル4自動運転これは自動運転の技術レベルを示すもので天候の条件が良ければ無人で運転できるということです 完全な自動運転となるレベル5まであと一歩です。ゆっくりと自動でバックしていくトラック。白線の内側にぴったり停止することができました。